こんにちは、レンジです。ワンダープロジェクト J2 の続きをやっていきます。はい、突然ですが、どうした？戦争反対わかったわかった。はい、今正義感に溢れてるからね。正義回路ね。よし、今回は病院に行きます。ついに病院に、クララちゃんがね。あ、ナースすげえ髪型。どうしました？クララちゃんはいますか？まあ、もしかしてクララちゃんのお友達？友達？待って、今呼ぶわ。クララちゃん。はーい。来た。なに？お友達よ。この匂いは、お姉ちゃんだ。来てくれたのね。うん。遊びに来たの。クララ嬉しい。そうだ、お姉ちゃん来て来て。ん？クララの病室か？家だっつってたからな、自分で。わあ、いっぱいいる。あれ？フィッシャーだよ。フィッシャーだ。はっはっは。でかしたぞ、二世誕生だ、ははは。元気な男の子ですな。生まれたんだね。クララか。おや、そちらのお方は？クララのお友達よ。ジョゼットと申します。え、もしかして親か？そうか、お友達か。ジョゼットさん、クララをよろしくお願いしますよ。親だな。こちらこそ。そこの子供たち、おいらの赤ん坊を見てやってくれよ。ははは、さあ見てごらん。とっても可愛いよ。クララは見えねえよ。ちょっと目がね、悪いからね。お姉ちゃん、赤ちゃんってどんな顔してるの？じゃあ、滅多なこと言うなよ、お前。猿とか言うなよ。変な顔。しわくちゃで真っ赤だわ。おやー。私そんなつもりで言ったんじゃ。ははは、正直な子だな。気にすんな。確かに生まれたばかりの赤ん坊は猿みたいで可愛いかねえもんな。でもな、親ってのはそれでも嬉しいもんなんだ。私が変なこと言っちゃったせいで、赤ちゃん傷ついて泣いちゃったわ。ジョゼットさん、違うんですよ。傷ついて泣いてるんじゃないんですよ。つまり挨拶をしたんですよ。挨拶？そう。私は今皆さんの住む世界に生まれてきました。これからよろしくお願いしますって一生懸命言ってるんですよ。わあ、素敵なこと言うね。ていうか、フィッシャー、ジョゼットのこと忘れたのか、俺。ところで、赤ちゃんって誰が作ったの？奥さん寝てただろう、ベッドに。え、百科事典読ませる？百科事典に書いてっかな。医学の本読ませればいいのか。医学書はここにある。これ書いてんじゃない？読んでみなさい。え、人間って女の人の体の中から生まれるの？そうだよ。すっごーい。もう一回読む。え？もう一回驚きが。何回でも驚けんのか、お前。しまう。いいね。こういう疑問に思った時に調べることによって知識ってつくから。大事なことよ。あれ？クララちゃん。おや？いない。森行ってんのか？あれ？え？ちょっと、BGM ないのが怖いんだけど。ご臨終です。父さん。うわぁ、赤ちゃん生まれたばっかでお父さん死んじゃったか。どうしたんですか？
ジョゼットさん、すみませんが席を外してくれませんか。ごめんなさい。あ、クララ。あ、クララちゃん。ねえ、フィッシャーさん、どうしたの？お父さんが、亡くなったの。え？亡くなった？死んじゃったの。死んだ？は？あ、ジョゼットのこと思い出した。ジョゼットじゃない、ゼペット。ジェペットだっけ。うわぁ。お姉ちゃん？博士のことを思い出して泣いてんだな。死ぬって何？怖いよね、そのセリフ。よし、医学書の出番だ。戻らね。ふっ、よし。泣いてる。真面目のどこが悪いの？シクシク。誰が真面目悪いって言ったの？余計沈んじゃうかな。そういう時は、ちょっと楽しい気分になっちゃおうかな。じゃあいける。よしよし。ノリノリになった。これでいいか。死ぬって体の機能が全て止まってしまうことなのね。よし、覚えたな。だから死んだ人とは二度とお話ができなくなるのね。寂しいわ。覚えたね。私もいつか死ぬのかしら。まあ、厳密には死なないけど。いやだよー。機能が停止することはあるわな。え、歩けなくなっちゃった？え、食わした方がいいか？食わそう。しょうがねえ。いつまでも悲しんではられないよ。人間は忘れるから生きていけるけどね。ああ、プリンだわ。よっしゃ、悲しみぶっ飛び。また食べたいな。いいよ、また今度な。ほんと？約束だからね。大丈夫、まだストックあるから。補充しとかないとな。もうプリン食わせりゃ一発よ、こんなの。よし、じゃあ病院行くか。クララちゃん。やべえ。あら？いないのかしら？つまんないな。いなかったね。じゃあ森か。あ、久々に人工と広場でも。ああ、いない、誰もいない。うん、じゃあ森行くか。おお、びっくりした、カモメか。森いるかな。クララちゃんは森の声が聞けるわ。私も聞けるかしら。コロロの森の声が。オカリナ吹いてみたら。森よ、コロロの森よ。私の声が届いたら。答えて。森同士は繋がってるのか。ああ、コロロの森だ、今の。亀の岩があった。あら、答えてくんない。やっぱり聞こえないわ。
ジョゼット。え？反応してたぞ。もう一回言ってみる？私には森の声が聞こえない。ああ、落ち込んじゃうよ。ウサバラシに飛行機でも乗る？いや、やめとこう。これで、病院行ってみるか。いないか。じゃあ、こんな時に、裏通りじゃないかな。そろそろ裏通りが出てくるんじゃないか。裏通りまだ一個もイベントないからね。ないな。次行こう。こっちは多分全部行ったと思う。あ、映画館以外全部行ったかな。じゃあ、ここは？ダメだ。え、どこもダメなんだけど。え、ほぼ全部見たけど、どこも何も発生しない。うん。カラザ以外も行ったな。じゃあ映画全集見るか。バトルオブシリコニア、これまだ見てない。いいよ。いろんな映画を見たらオーディション受けたくなっちゃった。おお、これで最後か。オッケーオッケー。受けていい？よ。よし。バトルオブシリコニアの話していいって言われたらダメっていうところだと。しなくてよかったね。はい。先にこっちやろう。オーディション受けさせてください。ん？挑戦するんですね。じゃあスタジオへどうぞ。演技力ある？それじゃあそこのモップで掃除をしてください。やっべ、それはできない、できないできない。掃除って何ですか？知らないの。もう箱入り娘じゃん。うん、まずいな。悪いけど、また出直してください。オッケー。モップの練習するかい。掃除？掃除の概念を知らないんだな。なら百科事典だ。そういう時は、まずモップ出して、百科事典。掃除とは。いろいろ書いてあって面白いわ。あら、これ違うわ。じゃあこれで掃除を学びなさい。お、いいねいいねいいね。完璧完璧。合ってる合ってる。そう、よくわからないけどこれからこうするわ。わからないのか。なんか汚えとこ掃除すればいいんじゃない？掃除が何か分かってないね。レンジさんの声が聞かれたらすぐ分かるのにね。部屋の中に何かヒントがないかしら。ほほう。まあ、部屋汚えもんな。汚い汚いずっと言ってるしね。ああ、わかった。下だ、下、下。火事といえば、地下室だ。ああ、洗濯機とかあるじゃん。洗濯
きで掃除とは言わねえか。まず水は必要か？流し台。お水ね。料理はもう完璧だしな。洗濯機。おや？中の服が綺麗になっていくわ。うわ、来たな。これだ。ねえ、もしかしてぐるぐる回ると綺麗になるの？違うね。そういうことじゃないんだよ。じゃあお水で綺麗になるの？イエスイエス。ってことでいいかな。ぐる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 。お水で綺麗。あ、お水で綺麗になるか。冷たいから、いや、お湯にすりゃいいのよ。これは？お、ひらめた。お、さっぱり。ナイスナイス。ねえねえ、私綺麗になった？なったね。嬉しい嬉しい。どんだけ嬉しいのよ。ん？何に気づいた？ねえ、モップモップ任せなさい。ああ、未だにこの戻るのが慣れない。よいしょ。水つけた？床がきれいになったわ。おお、いいね。きれいになると気持ちいいわ。いいじゃん。お、ひらめた。これが掃除ね。そう、それが掃除だ。じゃあ風呂入るか。水できれいになるってのは分かったな。ん？何か匂うな。まさか。ねえ、私って匂う？はい。ガーン。私は臭い女の子だったのね。そう、だからシャワーに入るんだよ。冷たいから嫌なの。お、お、ひらめた？お水できれい？もしかして、お、このドアの中では体をきれいにする場所？イエス、そういうことは。やっぱり。よし、じゃあ入ろう。入った。えらい。シクシクしてるけど。博士、シクシク。うわ。博士を思い出したよ。どうしたよ。落ち込んじゃってる。少し不安なの。うん、うん、うん。わかるわかる。お、本当ですよね。猫ちゃん。猫ちゃんかな。うわー、投げちゃった。ダメよ。あ、これ猫ちゃんの反応じゃないな。いや、プリンか。ボール、花束、花束、花束、まだ一回もやったことないか。エンジさん、私変なの。海で不適切。ああ、はいはい。うんうん。聞きたい。夢の話？過去だ。私小さい頃の記憶がなかったんだけど。過去のおかげで記憶ができたの。え、聞きたいの？聞きたいね。ごめんなさい、これだけは大切にしたいの。ああ、いいね。そういうのありだと思うよ。
食うなよ。今んとこ違うな。でもその可能性はあるけどね。これはね、感情を、おぉ、いいね。感情、うわぁ、食いやがった。すぐ食べる。じゃあ、オルゴールで気分転換しよう。ほい。よぉ。はい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 。はいはいはい。これで、落ち込んだ気持ちはなくなったかい？よし、シクシクしてない。よしよし。擬人でも体は綺麗にしなくっちゃ。そうだね。油臭いとダメよ。よし。これでオーディションはいけるよ。あれ？最近全然寝てないけど大丈夫かな？寝かしとくか。じゃあ寝かして、今日は終わって、次回、オーディション受けようかな？じゃ、日記つけます。はい。じゃあ、充電しますと。よし。じゃあ、明日、というか次回、オーディションに参加します。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。